リアム・ギャラガーのドキュメンタリー映画、リアム・ギャラガー、As It Was、現代が2020年に日本公開されることが決定した。イギリスで2019年6月に公開された As It Was は、オアシス時代からソロミュージシャンとして再始動するまでのリアムの姿を追ったドキュメンタリー作品だ。成功と挫折、苦悩からの復活をありのままに映し出し、その素顔に迫っていく。BDI 時代からのコラボレーターで、チャイナータウン、2010